原美希恵さん。2年前の突然の休業宣言には驚かされましたよね。当時、多くの男性たちの叫び声が各地で聞こえてきたとか。しかし驚きと同時に何か違和感を覚えたのも事実です。実はこれは芸能界から意図的に干されたのではという噂が後を絶ちませんでした。謎すぎて気になってたので調べてみました。原美希恵さん、その類まれな抜群のスタイルで世の男性のハートと下半身をわしづかみにしていた人気タレントでした。にもかかわらず、2017年に出版した写真集をその道の仕事納めとして自慢の水着姿を封印し、バラエティやドラマへシフトチェンジしたとか。この美貌ならさぞかし引く手あまただったと思ったのですが、そんな実績だけで食べていけるほど芸能界は甘くなかったわけです。それ以降テレビでほぼお見かけしなくなりました。しつこいですが、あれだけの美貌でもです。原美希恵さん、どんな人だったのでしょうか。芸能界入りのきっかけは国民的美少女コンテストでフォトジェニック賞を受賞したことがきっかけのようです。生まれは北海道ですが、高校まで新潟県で育ち、デビューしてからも普通に高校に通いながら仕事をしていたようですね。大学には行かなかったそう。それにしても原美希恵さんといえばやっぱりその大きなバストですよね。高校時代にはすでに現在の大きさになってたそうです。目立ちすぎですよね。学校中の男子がひれ伏せていたんじゃないでしょうか。さて、現在は32歳になった原美希恵さん、今まで相当な男性遍歴もあって結構派手だったんじゃないでしょうか。実は表向きにはそういったスキャンダルはそのイメージでは考えられないほど少なくて、志村けんとのスクープくらいです。意外にガードが固かったのか、そうではなく彼女の所属事務所が芸能界でも屈指の大事務所だからだというのが理由。6800名ほどのタレントを擁し、そこには上戸彩さんや武井美恵さん、米倉涼子さんもいるようなところです。まあ泣く子も黙るくらいの事務所です。だから表面化しなかっただけの可能性もあります。しかしこの事務所は所属タレントとの問題が多いのでも有名で、 LDH のヒロさんと上戸彩さんとの結婚や TAKAHIRO さんと武井美恵さんとの出来婚といった超売れっ子が次から次へと。最近でこそありませんが、なぜそんなことが頻発しているのかといえば、実はこの事務所で問題になっているのが25歳ルールだといいます。それは一体何かといえば、所属タレントはその掟通り25歳まで恋愛はご法度なんだとか。現在もそうなのかは分かりませんが、しかも25歳はあくまで目安であって、それくらいの覚悟を持ってやらないと成功しないということだと説明をしていたのですが、上戸彩さんは結婚時12歳で芸能界に入った私は普通に経験するであろう生活、青春がなかったと批判的なコメントもしているほどで、武井美恵さんに至ってはずっと休みなく働かされ続けた挙句に、4月出産予定の彼女におめでとうと言うでもなく、さらにはその6月からは早速夏ドラマに向けてスケジュールを組んでいたと言えますから、それに不信感を持った上での休業だったと言っても過言ではないでしょう。目安とか言ってますが、裏を返せば都合により延長もありということでもあります。実際原美希恵さんも25歳を過ぎても恋愛禁止のままだったそうですから、
30歳での原幹恵さんの芸能活動休止宣言は、それに対する反抗心からなのではないでしょうか。しかも、その発表当時の状況がかなり不自然でした。実は、原幹恵さんは2018年1月末で契約終了していて、契約延長がされていないにもかかわらず、海外に留学をして勉強したい、というかねてからの原さんの思いを尊重した上でということで、事務所側はいつでも復帰できるように、席は残したままの休業だというのです。下せませんね。なんかプンプン匂いますよね。こじれた関係を隠蔽してる感じがプンプンします。原幹恵さん、このまま引退してしまうのでしょうか。実は、あながちだとも言われています。なぜなら、間が悪いというか、同じ事務所の高部愛さんが、2020年2月に麻薬取締法違反で逮捕されたのですが、その前日、原さんは高部さんと一緒に、あるパーティーに出席していたからなのです。そのコスプレ姿でのツーショットを、SNS にアップしていたんです。それほど仲が良かった高部さんが、取り調べで覚醒剤は友人からもらった。そういったことで、原幹恵さんはじめ、その場にいた多数の有名人も疑われることに。無論、原さんも捜査対象として取り調べを受け、潔白であることは分かったのですが、それでかなりなダメージを受けてしまったとも言います。ひとまず、一旦身を引かせて、立て直す意味でもあったということでしょうか。でも、そんな彼女には、芸能界に入ってから、青春と呼べる思い出はあったのでしょうか。そんな心配をよそに、過去にネットでは、彼女の経験人数の件で、とんでもない拡散がされたことも、22歳の頃に、あるバラエティ番組に出演した際、経験人数の話になった時、MC が、一人くらいはいたでしょ?と振ったところ、原さん、一人とは限らないですけど、MC、一桁、と聞き返すと、原さんは、そんなわけないじゃないですか、と言ってしまったらしいのです。さあ、どったどうと言わんばかりの勢いで、ネット上では、まさかの千人斬り、と、ネタ化するほどの反響を呼んだ上に、あろうことか、原幹恵さん、付き合ってなくても、そういうことぐらいする、と、爆弾発言まで飛び出す始末で、その後も、たびたび問題発言をして、事務所の電話回線を何度もパンクさせた実力の持ち主でもありました。その後、原さんの恋愛禁止制限が、釣り上げられたのは言うまでもありません。昨今の芸能界の薬物疑惑問題が世を賑わす中、果たして原さんの復帰はあるのでしょうか。いかがでしたか?あなたはどう思いますか?私は、もったいない。まだまだ世の男性を救ってほしかったのに、と思いました。いずれにしても、大勢の方が復帰を待ち望んでいます。十分休養をとって、また元気な笑顔を見せてください。陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。